どうも、M です。今日はですね、静岡県に富士山の撮影に行ってみたいと思います。今日はですね、花火大会をちょっと検索して探してみたんですけど、あまり近場で花火大会を見つけることができなくて、で、1月ですので、そして満月期ですかね、昨日満月だったんですよね。ですので富士山がよく見えると思うんです。今日は、静岡県に富士山の撮影に行ってみたいと思います。行く目的地はですね、丸山花木園。昨年ね、伊豆半島にお出かけする途中で立ち寄ってロケハンしておいた丸山花木園に行ってみたいと思います。まあそれで月がね、満月なので、まあ富士山がよく見えるので、まあ夜景と富士山を一緒に撮影できたらいいなと思って、今日お出かけしています。今到着時間がね、5時半ぐらいなんですよ。ちょっとね、暗くなってしまってると思うんです。できたらね、明るい時間に着きたいので、少しだけ高速道路を使いたいと思います。すっかり日が沈んじゃいましたね。5時前には着きたかったんですけどね、もう今4時56分、 Google マップだとあと23分かかるようになってますね。まあ渋滞だったので仕方がないです。まあメインはね、明日の朝日の出前に、まあ、空がねオレンジ色に染まってくる頃に丸山花木園の方に行って写真が撮れたらいいなと思ってます。いやー、すっかり暗くなっちゃったな。じゃあちょっとどうかな、行ってみたいと思います。